インキャムーブ楽しいな。あ、ドロッパー、マジローダーと来ちゃうこれ。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今日はウォーゾーンのソロモードの動画になります。でタイトルにある武器なんですけど、もう最初に言っちゃうと MP7 ですね。 MP7 で、 MP7 がまあなんでいいかっていうと、で最初に落ちてる武器がだいたいまあ軽機関銃と、あと M13 かな、 M13 と MP7 とかが多いと思うんですけど、まあその中だったらとりあえずね、まあ MP7 を拾っとけばまあなんとかなるよっていう話なんですが、まあ、MP7 は、まずね、弾が40発あって、まあ、弾数が多いっていうのと、あと、まあ、あと近距離、中距離もある程度いけるっていうのと、で、最後に、これがね、結構みんな忘れがちなんだけど、ADS してる状態の SMG って、すごい足音がね、小さくなんですよね。なんで、建物詰める時とか、非常にこう、足音を消しながら移動できるし、わりかし移動速度も速いから、まあ、非常に使い勝手がいいっていうのがね、バトロワであります。で、ぶっちゃけ、ノーアタでもかなり性能がいいので、まあ本当に、この初期武器の MP7 拾ってれば、ぶっちゃけ最後の方まで勝てるポテンシャルがあると思います。で、バトロワの動画なんですけど、まあ、僕のバトロワはね、まあ、今日あんま喋んなくなっちゃうのもあるんですが、ちょっと意見が欲しくて、まあ基本的にウォーゾーンってめちゃくちゃ試合時間が長いんですよね、すごい。で、ほとんどがまあ何もない時間、ほんと敵を探してるとか漁ってる時間がほとんどなんで、まあ最近の動画はカットを多めに入れてるんですけど、まあカット多めがいいか、まあカットなしがいいかっていう、まあそのちょっと意見を、まあ、よかったらね、コメントで教えてくれると嬉しいです。まあでも僕的には安牌なのは、まあ本当キル数が多くて見どころが多かったらカットなしで、もうそれ以外はカットありっていう、まあそういう普通の感じになるかな。まあ何かもし違う意見があればぜひコメントで教えてください。というわけで試合へどうぞ。死んだらおしまいだし、あれやべ、地の利を得られてる。しかし決勝を狙えば大丈夫。バンピーで、あーま、あー来た、 MP、 あーま、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 あまねえのか、怖えよソロ、やりたくねえ。マジでソロやりたくねえ。ん、ハートビートセンサーじゃね、勝った、反応あり、一人は、あれ奥に行ったのか、あ、おったわ、上だな。今会いに行きます。俺やないか、消えた、どこだ、どこにいる、反対側か、いた、そこにおるんやけどな。から来ないのであれば、こちらから自己蘇生を買って UAV 買って、なんかいっぱいいないか、あそこ、なんであんな、3人4人なんであんな固まってるんだ、わあ、あん中かよ、うわー、ダウン、顔出してきてもいいんだよ、ツダウン、スリーダウン、ワンモア来い、
あぶね、あぶない、逃げろー。使用せざ、俺のハートビートには反応一応ない。後ろは、え、降りるやろ多分。硬い。あ、まだ来てる、まだ来てる。あ、落ちちゃった。いない？いた。壁抜き。おも。当たんないか。壁抜きゲームやれたら紙クリップだったんだけどね。まだいるね、まだいる。あ、こっち見てるわ。死なない。あ、複数いる。これはまずい。二人か。なんかラグいんだけど。なんかガクガクする。なんだこれ。めっちゃガクガクする。危ね。これ。はあ、最悪。いやー、漁夫。漁夫。おお、ここ。うわー、外した。最悪。なんでここにいんの？もうこれだけのソロ嫌いなんだよ、マジで。まあでも資格ってね、もう人それぞれだからな、完全に。あれ？あ、大丈夫。 MP7 の力ミスったるわ。この距離でも行けるということを見せたろ。実は ADS してるとき足音が小さ、あー、あぶれ、思ったより近かったけど。あ、これあるじゃん、入って、プレゼント。一人じゃないやろ、仲間どこだ。あぶねえ、弾ちょうど切れた。残念、そこにはいない。
ルナシスはね、危ねっ、なんだお前、大丈夫大丈夫、あれ2人いたよな、赤点1人になってる、え、なんで上の赤点パラシュート、おい、残念、こっちでした。